神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の第89回が3日に放送された。峰屋では不増が起きてしまい、竹雄、志尊淳、綾、佐久間由衣らが窮地に立たされてしまう場面が書かれた。竹雄の再登場に視聴者は喜ぶも、峰屋の現状に複雑な様子。ネット上には、キャーとも言えん、急展開すぎる、などの声が上がった。爛漫？の記事はこちら、第89回ネタバレ。万太郎、神木隆之介は、自分のことを認めてくれるマキシモビッチ博士の下で研究をしようと、末子、浜辺美波、と娘を連れてロシアへ行くことを決める。そして、峰屋に渡航費の相談をしようと考えていた矢先、峰屋では不増、酒が白濁したり、異臭を放ったりすることが起こってしまい、綾、佐久間由衣、と竹雄、志尊淳は窮地に立たされていた。そして、さらなる苦難が万太郎と末子を襲う、峰屋で不増が起き、てしまい、酒が捨てられた蔵の中で、ああ、と叫ぶ綾を、竹雄は、綾と何度も言い、抱きしめる。そして、峰屋のみんなの前で、皆々様、これまで長らくのご奉公、ありがとうございました。峰屋は、のれんを下すことといたしまいた、と苦渋の思いを告げる。綾も、申し訳ございませんでした、と頭を下げた。そして竹雄は綾に、金の三段をせんといかん。そうじゃ、まだ終わっちゃあせん。わしらの役目はこれからじゃ、と話し、しゃんとしい。あやさん、あなたは峰屋さい。この蔵元じゃ、目はつむったらいかん。最後まで見届けや、と励ます場面などが書かれた。竹雄の再登場に視聴者も熱視線。だが峰屋が窮地となって思いは複雑な様子。ネット上には、竹雄がああやって抱きしめただけなのに涙出た、あや呼びでも複雑なので、キャーとも言えん、辛い、涙なしには未練、ズギャンからの落差激しいて、急展開すぎる、今回も辛いかい、峰屋が一気に傾いちゃった、一回の失敗で全部なくなっちまうの、などの声が上がった。